ままず皆さん、えー、来てていいいただいてありがとうございます僕も話したかったので、えー、嬉しく思ってますし、えー、まあチームの関係者の皆さん、えー、僕自身もそうですけど、えー、ファンの皆さんもここ1週間くらいですかね厳しい、えー、1週間だと思うんですけどメ、まあ、ディアの皆さんも含めて、えー、まあ我慢とご理解をしていただいたのはすごくありがたいなと思っています。えー、ま,あまず、まあ、僕自身もあの Well, first of all, thank you very much for coming. Uh, I wanted to be here uh, today to be able to talk. Uh, I'm sure it was very tough. It's been a tough week for fans and team officials, and I'm very grateful that the media has been patience, patient in this process. 実は、現在進行中の,あの調査もありますので、えー、今日話せることにまず限りがあるというのを、まあ、ご理解いただきたいなということと、えーまあ、また今日、ここに、えー、詳細をまとめたあの、分かりやすく皆さんにお伝えするためにまとめた、えー、メモがありますので、えー、そちらの方に従って。

僕の口座からブックメーカーに対して誰かに送金を依頼したことももちろん全く、えー、ありません。So I never bet on baseball or any other sports or never have asked somebody to do it on my behalf、uh, and I have never went、uh, through a bookmaker、uh, to bet on sports.、えーまあ、本当に数日前まで、えーまあ、彼が、えー、そういうことをしていたっていうのもまあ

and has told lies。ママズ、はじめに言うと、先週末、韓国ですね、僕の代理人に対してメディアの方から、私が僕のですね、日本のブックメーカーから、僕が関与しているのではないかという、スポーツバクチにトバについて関与しているのではないかという、打診があり連絡がありました。Last weekend in Korea、um メディア has reached out to a representative in my camp、um, inquiring about my, my potential involvement in this sports betting で一平さんは僕にこういった取材の依頼があるということをまず、えー、僕には話していなかったし僕の方にそういう連絡はまず来ていなかったということと、えー、まずはじめに代理人には一平、えー、さんは僕と話して分かったのは一平、えー、さんにではなく、えー、某友人の借金の肩代わりとして Eh, eh so Ipe never revealed to me that there was this media, media inquiry, and uh, to the representatives too, in my camp, he told Ipe told uh, to the media and to my representatives that I, you know, on behalf of a friend, uh, paid off uh, debt. でその翌日にさらに尋問で一平さんは僕たちの代理人に対して、えー、借金は自分のものあーつまり一平さん自身が作ったものだということを、えーいあまあ、説明しましたでそれを僕がまあ肩代わりしたという話を、えー、その時に代理人に話したそうです私の代理人に

Basically, didn't tell me about the media inquiry. And <laughs> so, Ipe has been telling everybody around that, that Ipe has been communicating with Shohei on all of this account to my representative, you know, to, my representative to the team. And that been true. そして僕がこのギャンブルに関しての問題を初めて知ったのは、韓国での第一戦が終わった後に行わたたチームミーティングのあの試合の後のチームミーティングの時です The first time I knew about、uh, t h、uh, た s g a m b 後に n g た後に行っ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 た後に行 t た後に行った後に行った後に e った e に行った後に行った後に行った in 行った後に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 行った後たたに行に行った後に行っい後に行 すべ、えー、て英語で話していたので、えーまあ、完全には理解でき,もできていなくて、まあ、なんとなくこういう内容だろう,なっていうのはできていなしたけのなんとなく違和感はその時は感じています。えーでまあ、そして、私たち a それを聞いています。それを聞いていまは

彼が借金をしていることは、もちろん知りませんでした。その、so、で、その地域の地域の地域は、もちろん知りませんでした。そこで、私は借金返済にも,も、もちろん同意、その時も、同意してませんし、ブックメーカーに対して、彼に送金をしてくれと、も,ももちろん、許可したことも,もちろんないです。そこで、私は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 、e は、to pay off the debt or you know make payments to the、uh, bookmaker.

And it was revealed to me during that meeting that he Ipe, admitted that he was sending money uh, using my account to the bookmaker. And at that moment, obviously, I was, it was an absurd thing that was happening, and I've contacted my representatives at that point. でも話し終わってこれを聞いて僕の代理人もやっぱり彼に嘘をつかれていたということをえ初めて知ってえすぐにドジャースの皆さんとえ弁護士の人たちにその時に連絡しました So when, my, when I was finally able to talk to my representatives that's when my representatives found out that IPE has been lying the whole time And that's when I started contacting the Dodgers and my lawyers でまあそのドージャースの皆さんも代理人の人たちもその彼らもその時に初めてまた自分たちも嘘をつかれていたということをその時に知りました。And the そして僕が弁護士の人たちはこれは窃盗と詐欺のことなのでこれを警察の当局に引き渡すという報告をその時にしました。私の弁護士はこの窃盗と詐欺であることを、

正しいとは思わないですし、えーまあ、それ以上のことば、うん、では表せないような、えー、感覚でこの1週間ぐらいはずっと過ごしてきたので、今はそれをうまくことばにするのは、えー、難しいなという思っています。と、yeah, summarize how I'm feeling right now, I'm just beyond shocked. It's really hard to、uh, verbalize how I am feeling at this point. まあただ、もうシーズンも本格的にスタートするので、ここからは弁護士の、カタガタニも、お任せしますし僕自身もモ、ケイザツオキョクノ、ケにリオクニゼメンテキニケオリコシタナと申まあ。 気持ちを切り替えるのは難しいですけども、シーズンに向けて、えー、またスタートしたいですし、えー、今日まずお話できてよかったなとも思っているので、えー、まあ今日は質疑応答は、えー、これが今お話できるすべてなので質疑応答はしませんが、えー、これからさら、えー、に進んでいくと思います。You know, I'm looking forward to focusing on the season. I'm、um, glad that we had this opportunity to talk,、um, and I'm sure there will be a continuing investigations moving forward. 以上ですありがとうございました。